古代の役所の跡が見つかっている福岡県粕屋町の国指定の史跡、あえかんが遺跡で新たな建物跡が発見され、今日現地で説明会が開かれました。説明会には地元の住民や考古学ファンなどおよそ200人が訪れました。粕屋町あえのあえかんが遺跡は飛鳥時代から奈良時代にかけて存在したかつての役所跡とされ、当時税として集めた米を保管した焼燥跡や道路跡が良好な状態で発見されています。粕屋町は去年12月から役所の中心施設にあたる青鳥の調査を進めていて、新たに建て替えたとみられる青鳥など5つの建物跡が見つかり、今日一般向けに公開されました。粕屋町は古代の役所の移り変わりを明らかにする上で重要な発見としています。